はい、それではクラウンレッスン6セクション3の予習の確認をいきましょう、えー、まずはニューワールズです、えー、ナンバーフォーティからですねえー、レポートオンレポートですから、まあ、何とかについて報告するナンバーーフォーティーワンえ負、ー、の、ね、ネガティブなイメージですですからそのままネガティブ反対語は、えー、プラスの意味のポジティブですね、えー、42番影響効果はエフェクト動詞形はアフェクトです 43番楽しませる動詞形でエンターテインまあエンターという動詞そしてテ e n が保つでしたよねですからもうそこに入り込んでそこからもう出てこないぐらいはまってしまう楽,楽しむってことですねはい44番この、えー、ネガティブの副詞形です、えー、LY がついてますネガティブリー発達発育は d e v はディベロップメントディベロップこれが、えー、発達させるとかですね動詞です はい、続いて4647はいで覚えましょう、えー、心の精神的なメンタル反対は身体肉体のフィズカル48番アドア l トチャイルドの反対ですね49番危険性はリスクですね、えー、Danger というよりも危険性は、えー、物理的に危険だけじゃなくて経済的だったりとかね。えー、目に見えないような危険性も合わせてます50番注意をそろすディストラクトですねさあディスはマイナスイメージですトラクトというのは、 え、トラクターとかってあの農業の機械であるように、何かこう稲とかをこう刈り取るわけでしょ。だから引くって意味がありますね。つまり引きつける力がないってわけですね。ですから、こう集中してたところを引きつけ、悪い意味で引きつけるわけですから、気をそらすということですね。集中できなくさせるはいですか？ら注意を逸らすでした。他にもこのトラクトが他に使えるものが、例えばアトラクチ。チ アトラクトの「アット」っていうのはんとか出て場所のイメージでしょ。だからそばにくっつく感じです。ですから今度は今度はピタッとくっついて引き留めるわけですね。ですから逆に魅了するとか、そんな意味になります。はい。じゃあ続けて51番です。えー、ブーとなる、えー、バーズですね。はい。ブザーのことですね。これ ER がつくとブザーっていうでしょ、ね。そして52番、注意はアテンション。はい。10個としてペイアテンションと入れといてください。53番、実際にはインファクト。 一語で言うと act、actually.54 番、モード方式、mode、はい。55番、得は sol、solve。MHK、solution、セットで覚えよう。56番、集中させる、focus ですね。focus。focus、えー、と一緒な単語は con、concentrate。concentrate、えー。context は、これ、完全にってことです。完全に、center。これ、センター、中心ってことでしょ。だから、もう、中心に意識が集まる。だから、集中する。concentrate、ね。Con とフォーカス一緒ですはいではここの単語ねしっかり入れてきてくださいまた明日、えー、これを確認し使ってね、えー、確認したいと思いますそれでは、えー、予習の確認タスク2にいきましょうはい、えー、ようやく文です「スマートフォンズ」o 書きますこれはなぜかというと「In section 2 we read about the benefit of smartphones」ね つまり、ベネフィットもある中で、その反対にもね、ネガティブな面もあるんだよ、みたいな感じですね。ネガティブエフェクツ。Using smartphones to entertain very young children may affect their development. 一般的にこのアフェクトというのはマイナスの影響を与える時によく使います。発達の影響を与える。Children need contact with people and the real world for full mental and physical development. そして、だけども、その スマホにね、毒されてしまうと、こういう世界に触れることがなかなかなくなっちゃうということですね。さあ、次の段落、ティンネイジルゼンダダオツオルソフェイスデスク。さあ、もちろん、このオルソーは今度はティンネイジャーとか、アダルツもね、は、まあ、ベリーアングチルドレンだけじゃなくて、ね。こっちも、ね、もちろん、えー、影響ありますよと。One reason that can be dangerous ええー、まあ、この電話が危険だという、えー、理由の一つ、ね。 えー、理,理由の一つは「d i s t r c t ね、えー、をそらすからだと。ある研究ですね、この研究では、ねえー、やっぱりこの電話をそばに置いとくとテストの点が下がると言われているということですね。はい、さあ続けてではタスク3いきましょう。えー 1:What do children need for full mental and physical development? さあ、今上の部分でも確認しましたが、教科書行ってみましょう。さあ、取ってくるべきところは、はい。Children need contact with people and the real world。ここを取ってくるといいと思います。さあ、Question 2:What is the main risk of smartphones for teenagers and adults? さあ、Main reason としては、この children need contact with people and the real world。ここを取ってくるといいと思います。さあ、Question 2:What is the main risk of smartphones for teenagers and adults? さあ、Main reason としては、この children need contact with people and the real world。 だけじゃなくて、このとこの人たちは何かというとここですよね。このティーン・エージェント・アダルツたちはここですね。They may distract us even when they are on silent mode.、ね、まあこの上はなくてもいいと思いますが、They may distract. ここが大事ですね。はい。では続いて。Question three、w h a t lesson? 教訓のことです、ね。What lesson did you learn from the study you read about in this section? さあ study 研究です先ほどのさあこの皆さんが読んでもらっての研究というのはこの本文中下のところに出てきますね具体的なこの研究これによってこのディストラクトすることを裏付けているわけですねさあということはここから分かることは Never carry your smartphone in your pocket 決して持ち運ぶのはちょっと言い過ぎですよねそこまで言ってません B your smartphone can help you solve math problems、ね、プラスのイメージになってますけどいやむしろ携帯があることで、 ねえー、生徒率は下がってますかダメです。C When you're trying to focus your attention put away your smartphone、ねえー、ちょっと遠ざけておくってことですねはいこれがいいでしょうそばにあると学力低下、ねえー、成績が低下になってしまいます C が正解はいでは続いて右側です、えー、タスク4いきましょう、えー、また探していきたいと思います教科書でいきましょうはい ででは最初です。スマートフォンは私たちの生活をより豊かにしてきた。さあ上の文から見るとここでしょう。スマートフォン s h a v made our lives richer and more present。さあ皆さんここのポイントで隠されているのは Make V O この2つ C がありますが、ね、私の生活イコールより豊かにより楽しくしてきたわけですよね。スマホはあると楽しい。 さあスマートフォンを使って幼い子供を養すことは次のところですえ、Using smartphones to entertain あ、very young children さあここが一つある意味主語になってますよねそしてこの後に V が来てますネガティブリーアフェクト V になってますこの SV の関係さあそして次ですそれは子供の教育だけではないはい。さあどこかというとこれですね It's not only the problem of child development さあ皆さん NotOnly ときたら次に欲しいのは「b u ト t ー l s o です文が切れてるので「b u ト t はいりませんが also でつながってますねつまり子供だけじゃなくて大人もだってつながってるわけですしたがってここを取っていきましょう次の文10代の若者や大人もリスクに直面している Teenagers and a d u l t s also face risks はい続いてそれらは常に着信音やバイブレーションを鳴らしているさあ着信音やバイブレーションこれですね They are always ringing and buzzing to make us pay attention ここですね Buzzing はですねここまではい鳴らしているでこの後なぜ私たちの注意を向けさせるために To make us pay attention to them さあ今度はここの使われている make は使役動詞ですね使役動詞目的語と、動詞の原型、ね、しかもさらに pay attention to 注意を払うという熟語もありますさあ続いて八百人が依頼された さあ、八百という数字を探せば簡単。eight hundred people were asked。受け身の文になってますね。受け身の文です。さあ。何を依頼されたか、数学の問題を解くように。はい。two solve m a t h problems。ね、こういうことを依頼されました。さあ、スマートフォンを置いていた人。さあ。そうすると、この三つのグループがある中の。はい、スマートフォンを置いていた人っていうのは、これでしょう。えー、どこに置いてたかというと、ちょっと次を探してみてほしいけど。彼らのちょうど目の前に置いてた人ですね。 はい、そうすると1番じゃなくてこっちですね3番ですね Those who kept their smartphones そして彼らのちょうど目の前 Right in front of them さあここをちょっと2つセットで一緒にやっちゃいましょう Those これはそもそも Those は前に出てくる複数名詞を受けますつまり今日はこの People ですね 800People これのうちの、ね、その中の Who kept their smartphones、ね、自分の携帯を Right in front of them 自分たちの真ん前に置いていた人々 そしてこの後スマートフォンは影響を与える」さあこれが、えー、最後です「スマートフォン had an effect」となりますねそして意識をどれだけ集中させることができるかに「On how well people were able to focus their attention」はいエフェクトの後ろは「オン」を使いますそしてもう一個「how well ね、S v」ね SV どのぐらい注意を集中させることができるか。 はいという内容確認でしたさあキーセンテンスも合わせて確認しておきましょうすいませんこっちでしたキーセンテンスはこちらはい一、えー、つ目「using smartphones to entertain very young children may negatively affect their development」主語同士の部分をチェック二つ目、えー、下です「they are always linging and buzzing」 To make us pay attention to them make pay us 刺激動詞が使われているところがポイントはい3つ目の方は右です先ほどのスマホを目の前に置いてた人 those who kept their smartphones right in front of them those、ね、が人々を指していること、ね、はいそして就職を不意化がしていますそして最後のポイントがスマートフォン s, ォ <S had an effect、ね、効果を影響を及ぼしているさあその影響がこのンで 就職しますね。オンでつくっつけます。はい、どんなことに影響を及ぼすかといった How well どのくらいまあ、どの程度ですね。人々が自分の注意を集中させることができるかね。ということはい、この4つのキーセンテンスをまた入れていきましょう。それではまた授業の方でお願いします。